いや、今年の夏も暑いですね。こんな日は部屋でゲームするに限りますよね。新作どんどん出るし、時間が足りないです。辛いわ。時間なくて辛いですわ。キリタン。あ、ズン姉様、一緒にゲームしますか？それとも膝枕？むしろ膝枕しつつゲームを。キリタン、ゲームもいいけど、勉強もしてるかな？勉強、夏休みの宿題とか進んでる？なんでしょう。まあ、大丈夫ですよ。残り500日くらいになったら本気出します。夏休み何日あると思ってるのかな？あと5年くらい。ダメだこの妹、私が何とかしないと。はい、というわけでね、キリタンも行きたくなるような学校を作っていきますよ。レッツスクールという学校を作るゲームです。あ、なるほど。私は校長の東北ズンコです。なんかこの巨体で勉強しない子供を倒しちゃいます。ま、とりあえずゲームとしては廃校になった学校を建て直すというものです。あ、校舎壊れてますね。こういうのを修理して綺麗にしていくところからですね。なるほど。まあ修理といっても壊れた部分を壊すと治るので、特に費用もかからないので楽です。それはいいですね。そういうわけでいい感じの学校を作っていくんですが、このゲームは結構建設が自由にできまして、ふむふむ、とりあえず校舎の形が微妙なので調整します。早速ですか？資金とかは？最初からある程度あるので大丈夫です。そうなんですか。それでは拡張していきまして。あ、建設費意外と安いんですね。そうですね。それではこんな感じで設定して校舎が立つのを待ちます。結構拡張しましたね。ええ、しばらく時間がかかるので、その間に生徒を募集しちゃいましょう。はい。今募集できるのはここですね。あ、ちゃんと町がある。学校のすぐ近くにある町ですね。なるほど。まずここで募集をしまして、お、OK、これでここから生徒が入学してくれるようになります。ふむふむ。あ、早速入学希望者が、4人かな。まあ最初なのでね、ここから徐々に増えていきます。なるほど。あ、早速登校してますね。早いですね。すぐ近くにあるだけあって早速ですね。元気だな。あ、でもまだ教室とかないですよね。校舎できたら作ります。なるほど。あ、早速授業料払ってますね。授業ないのに。これは学校名です。その名もキリタンの中学校。どういうことですか？キリタンが通いたくなるような学校を作るという趣旨でね。なるほど。でも中学校。はい、校舎できてるので早速教室作っていきましょう。おう、キリタンが中学生になったら通いたくなる学校を作るということでやってるわけですが。ああ、そういう感じで。でも、一体いつになることやら。2年後でしょ？2年後、ふふ。とりあえず、教室とかの施設は、まずこうして、部屋の設定をして、これで教室ができるので、あとはドアをつけたり、黒板とか、必要な設備を設置して完成させます。なるほど、自分で設計するのも楽しいですね。そうですね。必要な設備は右に書いてあるので、それを設置して、あ、もう条件満たしてるんですね。ええ、あとは窓とかつけたり、照明とかつければ、十分な環境になりますね。お、明るくなった。窓からでも光は入りますが、一応あった方がいいですね。ふむふむ。あとは、装飾品も少々。いい環境を作ってますね。通いたくなった。このくらいではまだまだですね。あら、残念。ふふ。とにかくこれで教室ができたので、あとは担任を設定したり、生徒を教室に割り当てたりして、完成。早速授業やってますね。生徒4人で寂しい感じですが、途中から入学してくるので大丈夫です。そういう感じなんですか。適当で助かります。ですね。まあ生徒が増えてくると、水を飲みたいと言ってますね。こうしていろんな要求をしてくるようになるので、水を飲むための施設を作ったり、トイレがないと言ってきたりするので、人だかりが。外に一つだけあるんですが、間に合わないみたいですね。ああ、それはさすがに仕方ないので作ってあげます。これは必要ですね。これに関しては男女分かれてたり、トイレ部屋の中にしか作れないというちょっと不自由なのでね。普通なのでは。こんな感じで開放的なトイレにしてあげました。これは個室になってるのでそこは仕方ないですが、男女の中間も丸見えにしてるので大丈夫です。大丈夫とは？時代に合わせて
ジェンダーに配慮してるんです。なるほど。通いたくなった。いや、それはちょっと。あらあら、贅沢ですね。ええ。今度は食事を要求してるので。あ、それは大事ですね。作ってあげます。もう、なぜか外にしか作れないので外ですが。え。でも大丈夫です。ご飯は有料なので稼げちゃいます。生徒にとっては嫌なことしか。ほら、外で食べると美味しく感じる、とか。涼しい季節ならともかく、夏は。まあ、オッケー。ええ。はい、ということで進めていきまして、発見してないエリアにクラスを派遣して、ふむふむ。探索が完了すると、エリアが解放されます。こうすることで、新たなエリアからも生徒を募集できるようになるんですね。なるほど。ただ、遠いので自転車が必要になりますが、自転車置き場が必要なんですね。ええ、それを設置すれば募集できます。こうやって、どんどん生徒を増やしていくんですね。なるほど。では、さらにエリアを探索するとしましょう。授業をほったらかして何やっているんだか。あ、その間は授業ないんですね。ええ、そんなことより生徒の数増やす方が大切ですので。あ、はい。あ、遠足みたいなことですよ。通っちゃう？遠慮します。そう、残念。ちなみに、5日で季節が進んで、テストが行われたり、ふむふむ。新学期になると、1学年進みます。もうそんなに進んだんですか？いえ、本来は2学期ですが、この世界だとこれで1学年ということですね。なるほど。ということで、新1年生用の教室を作ったりしていきます。結構大変ですね。まあ、生徒数増えたことで、資金は十分増えてますし、どんどん投稿して授業料払ってますね。助かります。生徒数38人、結構増えましたね。授業をほったらかしてエリア開放した甲斐がありました。ああ、はい。その資金で、さらに校舎を拡張して、どんどん学校を大きくしていくわけですね。おう。ま、そうなると要求も増えてきますが、コントローラー、娯楽施設を要求してますね。学校に何しに来てるのやら。でも娯楽は大事ですね。そう、娯楽があれば、キリタンも学校に来るというのなら、作らないといけませんね。せっかくなので、楽しい場所に作っちゃいましょう。これは一体、このゲーム、建設の自由度が高くてね。ふむふむ。一旦足場を作ったら、土台となる柱がなくても機能するので、浮いてますね。こんな感じで、空中に土台を作ることができるんですね。土台、になってますかね、これ。では、娯楽施設である公園をここに作ってあげましょう。こんな場所に作れました。大丈夫ですかね。大丈夫大丈夫。あとは適当に遊具を設置して、滑り台とかシーソーとか、中学校のはずですが、まあいいでしょう。キリタンが楽しめることが重要ですしね。私はこういうのよりゲームの方が。ま、適当に配置して。あ、いいですね。というか高すぎる場所ですね。怖いんですが。いい場所に作っちゃった。では、完成したので、邪魔な土台は壊してしまいましょう。いいんですか？なんか大丈夫です。はい、というわけで完成です。いい感じですね。空中に浮いてる感覚を楽しむことができます。ある意味では楽しめるかもですが。これには生徒も大喜び。一斉に向かってますね。ちなみにアクセスは、6階建ての階段を登って、ふむふむ。そして、空中に謎技術で浮いてる通路を通って、怖すぎる。公園に到着、楽しんでますね。さすがに中学生は滑り台で遊ばないか。踊ってますね。景色的に映えるのかな。ああ、そうかも。ほぼ全校生徒集まってますね。いいの作っちゃった。戻ってる。休み時間が終わったようです。満足して授業に向かいます。なるほど。という感じで、いい学校になってきましたけど、キリタン通っちゃうかな？パスで。そんな、このくらいでは満足できませんね。ぐぬぬ。はい、というわけで、キリタンをつい通いたくなる学校を作ってきたわけですが、残念ながら満足してもらえませんでした。単純に、外に出たくないだけなんですけどね。まったく、この妹は、こうなったら、もっといい学校を作らないといけないかな。まあ、姉様が一緒に通ってくれるなら行きますけどね。そんなことでいいの？一番重要ですが。でも学年が、些細なことです。やれやれ。一緒には通えないけど、校長として見守ってあげるから。この姉様はちょっと。贅沢だな。ゲーム禁止しますよ。ええー。通いますね。は、
はい、よろしい。それでは、そういう感じで今回は終わるとしましょう。はい。面白いゲームなので、また続きをやるかもしれませんが、まあわかりません。ゲームとしては面白いですね。ですね。では、最後までご視聴ありがとうございました。良ければ高評価、チャンネル登録お願いします。それでは、またねー。